テノントサウルスは中型から大型の長脚類恐竜の属の一つである。現在の北アメリカ西部のアプチアン後期アルビアンの地層から知られている。かつてはヒプシロホドン科と考えられていたが、ヒプシロホドン科はもはやクレードとは考えられておらず、テノントサウルスは現在では非常に原始的なイグアノドン類と考えられている。テノントサウルス属は テナントソリスティレッティとテナントソリスドッシの2種から構成されている。北アメリカ西部各地の類層から多数のティーティレッティの標本が収集されている。ティードッシはテキサス州パーカー郡のツインマウンテン層で収集された少数の標本のみが知られている。創造図人と他の長脚類たちとのサイズ比較。テノントサウルスは赤色。生態では体長は6.5から8メートル。 体高3メートルの二足歩行で、体重は1から2トンと推定されている。特異に長く幅の広いようを持っており、背部は個室の剣で硬化していたと見られる。最初のテノントサウルスの化石は1903年のアメリカ自然史博物館の遠征において、モンタナ州のビッグホーン群で発見された。1930年代に行われた、 同じ領域での発掘で18個の以上の標本が発掘され、1940年代の発掘でも4個の標本が発掘されている。かなり多数の標本が発見されているにもかかわらず、アンのバーナム・ブラウンが、瀬戸王の発達した県にちなみ、非公式に県のトカゲを意味するテナントソリスと名付けたものの、この時には正式な命名、記載は行われなかった。 1960年代にイエール大学はモンタナ州とワイオミング州のビッグホーン盆地ン地域での広大で長期渡る発掘を開始した。遠征はジョン・オストロムに率いられ、この調査隊は40以上の新たな標本を発見した。遠征の後、オストロムはこの動物を記載し、ブラウンの非公式の名前をわずかに変えた綴りであるテナントソリスと命名した。 骨格の前半部分1 9七十年、イコクローバリー層のほか、オクラホーマ州のアントラーズ層、テキサス州のパラクシー層、アイダホ州のワヤン層、ユタ州のシーダーマウンテン層、メリーランド州のアランデル層などで多数の標本が報告されている。以下に示すクラドグラムは、バトラーへ通る二0 1 1の分析によるものである、モンタナ州及びワイオミング州のクロバリーでは、 テノントサウルスの化石は二つの岩層層助単元で一般的に見られる。その古い方はリトルシープデーガン武装、より新しい方はハイメス武装である。類層の最古の部分であるプライアー歴岩にはテノントサウルスの化石は一切含まれておらず最上部であるリトルシープデーガン武装の最も新しい部分のみに見られる。キャサリンホースターは1984年の テノントサウルスの生態についての論文において、このことをテノントサウルスの個体群がビッグホーオン盆地の地域においては、リトルシープデーガン武装の後期になるまで到来しなかったことの証拠とした。テノントサウルスがワイオミング及びモンタナに最初に出現した頃、この領域は砂漠気候から半砂漠気候になり、寒気と雨気があった。しかし、数百万年の間にこの領域では、 降水量が増加に推移し、亜熱帯気候から熱帯気候になり、寒気もサバンナ状の環境として残ったものの、三角州や氾濫、原、現在のルイジアナ州のような沼地の入り江を持つ森林のある環境になった。この降水量水準の変化は、スカルクリーク回路の海岸線の侵入による可能性が高く、白秋後期には西部内陸回路の循環が来た。 アメリカを完全に分断したテノントサウルスの個体数はこの気候の劇的な変化に対し増加傾向を示した。このことからテノントサウルスは顕著に順応性のある動物であり、環境の変化にもかかわらず長期にわたって残存し続けたことが示される。完全な化石クローパリー層の至るところでテノントサウルスはズバ抜けて多い脊椎動物であり、2番目に 多い極竜類のサウロペルタの5倍以上に及ぶ。乾燥したリトルシープデーガン武装ではテノントサウルスが唯一の装飾恐竜であり、一般的な捕食者であるデーノニクスや不定のアロサウルス浄化の一種ゴニオフォリスカノワニなどが同じ環境に生息していた。アルビアン中期に気候の大規模な変化が始まり、より多数の恐竜がこの地域に侵入してきた。 これらの恐竜には少数派の長脚類である、ゼフィロサウルス、オビラプトロサウルス類のミクロベナトル、ある種のティタノサウルス型類の竜脚類や、オルニトミムスカの一種が含まれる。熱帯性のこの木の生態系には、小型哺乳類のゴビコノドン、グリプトプスなどの亀、数種のハイも含まれていた妖怪と生態の、展示骨格テノントサウルスやデーノニクスのような、 恐竜が主要な大型脊椎動物となっているような場所では他の地域でも生態系は同様である。アントラーズ層はカンザス州南西部からオクラホマ州を通りテキサス州北東部へと広がっている。この類層の放射年代測定は行われていない。テキサス州のトリニティ層群といくつかの属が共通しており、研究者はこの生物層序のデータからこの類層が白。 秋前期アルビアンのものと推定している。この類層の領域には、浅い内海へと流れる、大きな氾濫源が保存されていた。数百万年後にこの海は北へと広がり、西部内陸海路となり、白秋後期、例とクラテイショスには北アメリカ大陸をほぼ完全に二分していた。アントラーズ層の古環境は熱帯もしくは、亜熱帯の森林、氾濫、原、三角州。 海岸低出地、バイユー、ラグーンなどと考えられており、おそらく今日のルイジアナ州と似たものであったと推測される。現在オクラホマとなっているアントラーズ層では、テノントサウルスとデーノニクスの他に、竜脚類のアストロドンやサウロポセイドンプロテレス、おそらくこの地域の頂点捕食者であるカルノサウルス類のアクロカントサウルスなどの恐竜が生息していた。 この類相の股環境に最も多く保存されていた恐竜はテノントサウルスである。テノントサウルスと同時代の他の脊椎動物としては、両生類のアルバネルペトンアルトリディオン、爬虫類のアトカソリスミトサイアドン、タラタドンウィルセンイ、クルロタルシ類のベルニスサルティア、軟骨魚類のヒボデスブデリアリソドスアニタエ、蒸気類のギロンクスドゥンブレー、ワニ類のゴニオホリス、カメ類のグリプトプスや、 ネイアミッチェリーズなどが生息していた。不定の鳥類と見られる化石も発見されている。化石証拠からは、ガール類のレピソステウスがこの地域で最もよく見られる、脊椎動物であったようだ。また、初期の哺乳類、トーカースリアムボレニアパラキメクソミスクロッシもこの領域から発見されている。テノントサウルスのいた生態系の植生はシダ、寄生シダ、ソテツ類が、 支配的で原始的な喧嘩植物もあった可能性がある。大型の植物や樹木は、新葉樹や胃腸といったラッシュ植物が代表的であった。テノントサウルスは低層のブラウザーであり、二足歩行であったとすると、生態では最高で、高さ3メートルの植物を食べていた。このためテノントサウルス、特にその幼体は、背の低い死体や寒木のみ食べる制限を受けていた。 しかしながら、有事上のくちばしや傾斜した切断面を持つ葉からは、植物のどの部分を食べるかの制限を受けていなかったと見られる。葉、木べ、場合によっては果実も食べていた可能性がある。デーノニクスの前の容体を連れた T、ティレッティテナントソリスティレッティの化石と共に鳥に似た肉食の住脚類デーノニクスの葉や多数の骨格が見つかることが多い。 テノントサウルスの標本は50以上の場所で発見されているが、そのうち14カ所でデーノニクスも発見されている。1995年の研究によれば、デーノニクスの化石発見地でテノントサウルスが発見されなかったのは6カ所のみで、デーノニクスがサウロピエルタのような他の潜在的な獲物とのみに一緒に発見される例は稀である。テノントサウルスの化石全体の20%のは、 デーノニクスのすぐ近くで発見され、デーノニクスはテノントサウルスの主要な捕食者であったことが案に示唆、されると示唆する研究者もいる。しかしながら、デーノニクスの生態は、テノントサウルスの生態より、はるかに小さく、単独のデーノニクスが完全に成長したテノントサウルスを狩ることはありえそうもない。それゆえデーノニクスは、 集団狩猟者であったに違いないと示唆する研究者がいる一方で強調して狩りをしていた証拠もデーノニクスが互いに共食いしていた可能性の証拠もテノントサウルスが狂乱して食べた証拠もないと意義が唱えられている。デーノニクスはテノントサウルスの幼体を好んで狩りある程度の大きさに達した個体は死体を砂取られることあっても小型の重脚類からは 獲物として避けられていた可能性が高い。デイノニクスと共に発見されるテノントサウルスの化石は最大の半分程度の大きさの個体がほとんどである。と一実からもこの説が支持される。同じ地域にはアクロカントサウルスのような大型の肉食恐竜も生息していた。2個体の幼体の大腿骨骨幹の骨組織像ある、標本の大腿骨と頸骨に 骨髄骨組織が保存されており、現在では繁殖期の産卵する鳥類にしか見られないこの組織がテノントサウルスに存在したことが示された。加えて他の2種の骨髄骨が作られることが知られており、恐竜であるティラノサウルスやアロサウルスと同様に、このテノントサウルスの個体も完全な生態サイズには達していない8歳程度で死亡したようだ。ティラノサウルスやアロサウルスを含む、 重脚類の系統とテノントサウルスの系統は、恐竜の進化の非常に早期に分岐しており、骨髄骨組織が作られ、最大サイズに達する前に繁殖が行われることは、恐竜では一般的だったことが示唆される。組織学的な研究から、ティーティレッティは、他のイグアノドン類と異なり、個体発生の早い段階から生体では素早く成長し、 成熟すると成長が非常に遅くなったことが示された。ありがとうございます。